どうも、西田渉です。本日なんですけども、来たレンズがあるのでね、早速開封していこうかなと思っております。いろいろと開封動画としてはずれてるかもしれませんが、とりあえず開封してまいります。これ来ました。こちら、じゃじゃんと。ライカの、スーパーエルマーですね。M21mm の F3.4 っていうね、スーパーエルマー箱付き。結構あの備品でね、中古でしたね。ずっと気になってたんですよ。あの皆さんに結構パンフォーカスの勧めっていう形でね、 28mm とか 20mm あたりで F16 枚絞り込んでグッと、ある程度面でねフォーカスしておけばもう大体パンフォーカス作れるよねっていうところから、僕自身もだんだんと今一番ね、あのライカのこちらの M 型のライカで広角は 28mm だったんですよ。ズマロンとかエルマリートの 28mm とかね、それをいよいよねぐんと広げて、ちょっと僕もスナップでね 21mm 単焦点っていうところを使ったことなかったので、でちょっと暗いレンズではあります、 F3.4 っていうね。ですが結構軽いはずなんですよね、これね、 250g ぐらいで。実際に何度も言うように絞り込んで使うし、こちら M11 モノクロームは本当 ISO 10万とか20万までね、本当感度使えるので全然暗さ的には問題ないなっていうことで、 21mm っていう画角にねチャレンジしてみようという企画でございます。で、早速、まああんまりねこの 21mm っていう画角のレンズ、こちらってあんまり有名ではないですよね。まあ人によって有名なのかもしれませんが、こちらでございますね。じゃーんと、これこんな感じめっちゃ綺麗そう。はい、こんな感じでございます。相変わらずねこの鉄型のフードがこうやってついて綺麗にはまり込みつつ、外してもまあ逆光だってどれぐらいですかね、まあ 21mm で、こちらの径は 46mm ということで、ズミルクスとかと一緒ということですね。おそらく 21mm だったら多分普通のプロテクターかましても蹴られることはないのではないかなという感じではございます。基本的にはもう大体これをつけて使いなさいということですが、僕はちょっとまずはこのまんまと、ここに、まあ、46mm のねフィルターつけて運用してみようかなと思っております。まあ何年前かな、10年ぐらい前に出たレンズとのことで、かなり備品ですねこれね。しかしすごい綺麗でございます。すごい美しいレンズも本当備品で、後ろの玉はそんなに出てないですね。20、ライカのね 21mm のこの M 型のレンズ、結構スーパーアンギュロンかな、ちょっと僕も詳しくないんですけども、すごい名曲があるんですよね。それよりも全然コーティングも含めて非常によく映るっていう、デジタル時代にも対応した21mm ということなので、次は 21mm のズミルクス F1.4 があるんですけど、めちゃくちゃ大きくなるんですよね。なのでまあ僕の運用っていうのは、だいたいできればライカは 300g ぐらいまでのレンズで運用したいっていうのが、僕の中でのまあ運用の一つなんですよ。まあもちろんそのノクチルクスとかになると 500g ぐらいかな、結構重くなってくるので、今の最新のノクチだと 700g ぐらいか、相当重くなるのでやっぱりグリップとかつけなきゃいけないということで、このサイズで 21mm で映りもいい、まあ多少のね色の周差とか出る可能性はありますけれども、とはいえね大丈夫なのであれば、その辺も今日、開封、こちら開封と、今からねちょっとこれをつけて M11 モノクロームでスナップしてきよう、スナップしてこようと思いますので、ぜひとも作例とともにねご覧いただけたらと、そしてレビューしてみようかなと思っている次第でございますので、それでは早速行ってまいります。はい、行ってまいりました。スーパーエルマ M21mm F3.4 というこのレンズですよね。結論ね、これ面白いですよ皆さん。まずはね M11 モノクロームで撮影してきました。タクシーの車内から、こういった形で車を撮ったんですけども、白い車をね。なのでモノクロームだと、今までとはね、今までの概念だとやっぱりこのぐらい一部しか入らなかったんですが、 21mm になりますとね、またちょっと不可思議なこういう広角効果狙えますよね、広角のっていうね。これも、ここに僕がいて奥に映っているというこの遠球のものを撮ったんですけども、あとね特筆すべきはこれやっぱ歪曲がね非常に少ないです。もちろんねちょっとこうぐにゃっとちょっと樽型っぽくなるんですけども、レンズプロファイル当ててでさらに周差ビネットをね調整していけばね、ピチッとまっすぐ揃ってきますね。後ほど写真がありますので、そちらの模様をね正式なものをご覧いただこうかなと思っています。あとはこういう周辺とかの描写いかがですか。これあと逆光性能ね、これね
逆光フレアゴースト出てないですよね。非常にこれフードつけてないです。で太陽入れてもここまで逆光耐性強いっていうのはさすがですよね。引き面レンズのおかげかな。あとはこういったところ、一応ピントはこれ食わせたかな。もうね、置きピンしようがピント食わせようがまあどっちでもいいぐらいな雰囲気なんですよね、正直ね。これね、この辺の解像感とかいかがですか。非常に優れているのではないでしょうか。あとまっすぐなものをまっすぐっていうね、これまさにレンズプロファイルと、シューサーをねつけてやった次第なんですけども、これも同じくでございます。こういうガツンと手前に引きつけて奥を見せるっていう、こういう不思議な構図っていうところもね、かなり面白く撮れますし、これのこういう線の細さですよね。描写もこれ10年ぐらい前のレンズですかね、これね、この辺とかも、まあ、線がねアポとかに比べると若干太いは太いんですけれども、ダイナミックな描写できますよね。こういうね空を見上げた時のダイナミックっていうのは、多少線が太いからこそちょっとコントラストが強かったりとかっていう感じですよね。でここからが M11 なんですけれども、あの、ね、これちょっと不思議なことに M11 モノクロームと M11 になりますと、今度はね逆に M11 の方が何かこう柔らかく映ると言いますか、センサーの違いなのかな。同条件で大体撮ってるんですけども、これも F13 に絞り込んで置きピンのパンフォーカスなんで、もう覗いてピント食わせてないです。もう全面ピントが合ってるっていう理屈で撮っていってるんですけども、これもそうですね、ここよく撮るんですけども、普段 28mm とか 35mm だとね、この鏡しか映らないんですが、この周辺まで映りましたよね。遠州魚眼みたいなね、蹴られのように映ってますよね。こういうことが可能。これ ISO 5万でございます。ISO 5万の M11 のデータすごくないですか、これ普通に。ね、このノイズのいなし方、乗り方。もちろんカラーノイズこの辺乗ってますけど、ね、ISO 5万でここまで映れば十分じゃないですか。F、これが13、シャッタースピード320になってたかな。こちらもね、いかがですか、面白いカットになってますよね。エレベーターはちょっとローアングルから撮りまして、21ミリね。これも ISO 12800 ぐらいなんですけど、ノイズは多少乗ってますけれども、ね、これ十分にして、で、まあ、多少水平は撮ったかな、水平撮ってないかな、あ、水平撮りましたね。ここだけでちょっと撮りました。ここをね、周差で、歪曲周差をちょっと補正してっていう風にすれば、ピチッとまっすぐっていう感じになりますよね。これ、今やっております写真展ゲイズ、M11 モノクロームがね、ちょっと、調整に出すっていうことで、また伺ったんですよね。兼、ちょっと告知しておいて、来ていただける方と来ていただいてちょっと交流を図ったっていう日だったんですけれども、ここまっすぐなものがまっすぐなってますよね。まあちょっと歪曲、多分これライトルームとかだともう一撃で一発でバチッと合うと思います。キャプチャーワンはね、若干この歪曲の補正がかかってないので、その後自分で、まあ100っていう風にね、数値入れるとビチッとまっすぐ合ってくるんですけども、ね、十分結構いい描写ですよね。ちょっと寝がらいくなっていう感じの M11 とこのスーパーエルマ 21mm のこの組み合わせが、カリッカリじゃなくてね、僕にとってはこのフィルムライクな表現をするときとかに何かこうドンピシャな感じがしましたね。若干にじむんですよね。まあこれとかにじんでないですが、外とかでね撮ろうとするとにじんでる場所もあるかなっていう、この辺とかもね、21mm のな、かなりね、ここの黄色線効いてますよね、まっすぐね。そしてここ、こう Z みたいな感じで入っててっていう感じなんですが、なかなか普段だとね、この奥行きまで見せた構図ってできないので、新たな、スナップ体験と同時に、これ F13 ぐらいまで絞り込んでるんですけど、ここから奥までがほぼほぼパンフォーカスで合ってますよね。で、像の流れとかも少なくてですね、かなり優秀なレンズじゃないかなと。これも面白いですよね。まっすぐなのピチッとまっすぐなってますし、ここまで歪曲周差をね、レンズ側で押さえてあるっていうのを、今時の小さく軽いレンズなんていうのはレンズプロフィール当てないと、これ遠州魚眼みたいになってますからね、この辺の周辺とかはね。これがもう撮ってる段階でほぼほぼ歪曲相当抑えられてるっていう意味では、さすがライカレンズっていう感じですかね。ね、ちょっとこう浅い色見てみますか、あのカリッカリじゃない解像感というところが僕の中で非常に好感が持てましてね、なかなかこれは面白いぞって思っちゃいました。これは M11 をあえてモノクロにしました。もっともっとねこの辺を潰すことも可能なんですけれども、あえて残しましたし、ちょっとね明瞭度の方のストラクチャー、ちょっとねにじむ部分があったりするので、ボワッとなる部分があるので、ストラクチャーをかけることによってちょっとジャリッとさせて見栄えを良くしたカットですね。
はい、こちらとかもそうなんですけど、まあ、スポットライトが当たっていて、でここ僕の手が入ってるかな、これね、こうやってもう21ミリの関係もあって、ビゾフレックスかもしくは背面モニターじゃないと 全画面の、ね、状況を捉えられないんですよね。レンジファインダーの方ですと28ミリまでしか見ることができないので、その辺のウィークポイントはあるんですけども、まあ、それをうまく組み合わせてねやっていければいいのかなと。でこういうまさにデフォルメした引き付け効果みたいなところも狙っていけますからね、やっぱ面白いですよね、21ミリっていう。まあこればっかりで撮影ってことはないんでしょうけれども、一つの変化球として、こちらもそうですよね、21ミリという画角ですけれども、なんか大胆な、スナップ描写ができますね。大胆なと言いますか、本当により、背景とか状況を多く入れた中で、撮影ができるっていうかね、そのスナップができるっていう。これも見てくださいよ、ここ、補正はかけてます、こういうね、水平垂直のオートの補正はかけてるんですけど、ここきっちりと水平垂直撮れてるの分かりますかね。これかなり優秀なレンズですよね。でこの辺ですね、滲むって言ったら、この白のエッジの部分とかボワッと滲んでくるんですけれども、まあその辺も特に気にすることなく、むしろいいかなと。これどうですかね、写実性を求めて撮ったんです。この辺です、この辺の色収差といいますか、色の滲みがね若干、出るんですけれども、もうほとんどねコントラストとかも強く切ることなく、撮ってみました。 F13 でピントをね、このここに合わせて、まあこの辺に合わせましたかね、これに食わせて撮影したんですけれども、いかがですか、この写実性といいますか。まあもちろん現代のね、レンズで撮ってカリッカリになレンズで撮ればもっともっとこう映えるようなといいますか、明瞭感たっぷりのっていう描写ができると思うんですけれども、このぐらいの写りでいいんですよね、本当に。でも Y 極に関してはまっすぐなものはきっちりまっすぐ写ってくれているっていう感じっていうね、いやこれなかなか僕としては名曲認定していいのかなと思ってる次第でございます。この陰影の感じとかも、ここもね、シャドウ持ち上げようと思えばまだまだ出てまいりますので、ズミルクス、ズミクロンの 35mm の現代、今のズミクロンの 35mm とかも比較的こういう写りしますのでね、いやなかなかにして 21mm ですからね、優秀なレンズじゃないでしょうか、この解像感と色のりの雰囲気とね。はい、こちら以上でございます。はい、いかがでしたでしょうか、こちらのレンズ、ライカのスーパーエルマ M21mmF3.4 というレンズなんですけれども、まあ 21mm で単焦点、まあ 20mm 単焦点っていうのももちろんね現代レンズありますけれども、いやとはいえまたちょっと別種ですよね。これだけコンパクトで260g 弱なんですよ。できっちりとピント合わせて撮るもよしなんですが、 F13 まで絞り込んで、まあもう合わせておくと、もうほぼ全面でいけると。M11 だと意外とね、にじむ部分が結構あるなっていう風に。やっぱ個体差で、こう、合わさるカメラによっても違うのかなと。結構、M11 モノクロームに合うと、カリッカリな描写が出てきたんですよね。なので、個体差もあるので、もしかしたらこのレンズとボディのマッチングの性能、精度っていうところもあるかもしれませんが、ただ、M11 モノクロームに関しては確かなんですけれども、ちゃんとピントをこうやって拾ってカシャッと撮っていたはずなんですよね。なので、今日もでも一応その銀座和光のね、写真とかはちゃんとピントを拾って F13 でパチッと撮ったので、もしかしたらですけれども、F8 あたりで絞り込んで、その和光のね、銀座和光の円形とかを撮ると、もしかしたらにじみの部分とかはもしかしたら出ないかもしれませんね。まだまだちょっと今始まったばっかりなので、M11 のカラーだとか M11 モノクロームとかモノクロだとかっていうところ、各カメラの方で試してみて F5.6 F8 とかできっちりと絞り込んで撮ったり、でピント合わせ撮ったりとかで、あとは先ほどのね F13 あたりでパン置きピンパンおかずバン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 とスナップしていくとか、この辺のもうとにかくいろいろと有効活用できそうなレンズですよね。とにかく撮っておいて後で引っこ抜くこともできますから、だいたい全面で当たってるので、フォーカスがで周辺の像の流れとかそういったものが非常に少なく、とにかく収差が、Y 極収差がすごくうまく抑えられてるレンズだなっていう風にね思いました。ぜひね参考になれば幸いですし、おすすめの、まあ現行で発売されてるレンズですから、おすすめのレンズかなっていう風に思ったりしております。参考になれば幸いです。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。